森脇選手、2年間ありがとうございました。森脇選手のキャラで、チームの雰囲気が良くなったし、昇格につながったと思っています。これからも頑張ってください。森脇選手、2年間ありがとうございました。もうちょっと試合で一緒に戦いたかったんですけど、これからも頑張ってください。ありがとうございました。森脇さん2年間ありがとうございました。森脇さんがなければファンが応援している今の僕らはないので、本当に感謝しています。これからどういう道に歩まれるかわからないですけど、森脇さん自身の可能性を信じて、人生エンジョイしてください。お互いまた、頑張りましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。今の2人が森脇さん、本当にチームを盛り上げていただいてありがとうございました。また次のチームで応援しますので、ぜひ頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。階段行ってくれて、ありがとうございました。これからも頑張ってください。これからもサッカー界盛り上げていってください。応援してます。ありがとうございます。レッツの時からのファンなんですか？あ、そうなんですよ。今日も。あ、マジですか？レッツの子。ほんまやすげえ。出まして。応援してます。うわすごい。待ってください。ありがとうございます。森脇選手、覚えてますか？辻尾慎二です。3月の2年間、お疲れ様です。まあ、これからどうされるかわからないですけれども、共にサッカー界を盛り上げていきましょう。僕もYouTube やってるので、いつかコラボしましょう。よろしくお願いします。りょうすけでーす。はい、イエーイ。嬉しい、嬉しいです。欲しい、これ欲しいですか？欲しい。これ結構言われるんですよね。無理、裏まで待ってる。裏、オファーありますかね。オファーないと思う。いや嬉しい。ちょっと森に今これ今日内緒で今撮ってるんで、なんかちょっと一言。いやもうどこでもいいからプレー続けてください。お願いします。ありがとうございます。ぜひぜひどこでも、どこでもどっかでプレーしてお願いお願い。引退だけはしないで。2年間、いやー亮太、次のとこも応援行くんで頑張ってや。ありがとうございます。ね、一度撮影ご協力していただいたビバサンガさんです。あ、お疲れ様です。ティンさん、ありがとうございました。もう本当にいろいろ YouTube とかで撮影に来ていただいて、スタジオもすごいスタッフも楽しんでましたので、またぜひ来ていただけたらと思いますので、お待ちしております。僕はもうそれぐらいの皆さんも、なんか YouTube の更新楽しみに楽しみにしてます。ありがとうございます。頑張ってください。どこで撮ったな。12くらいになって、優しいですよ。こんにちは。これ、お、マジですか？今これ YouTube 撮ってもいいですか？はい、大丈夫。これ、モリニですか？モリニのステッカーです。すごい。ファンクラブ限定です。あ、そうなんですか？はい、当然。誘ってんじゃん TV はいつも登録します。ありがとうございます。どうですか？いやもう悲しいです、対談が。悲しいですよね。声出して応援できる。そうですよね。ブーイングとかした。今日ブーイングしたかったっすよね。ね。痛かった。痛かった。練習も見に行けてるから。そうですよね。確かに。最後に一言。最後に一言。2年間ありがとうございました。いやもう新天地も頑張ってください。頑張ってください。森脇選手、2年間。応援するぞ。森脇選手、頑張れ、頑張れ。誘ってんじゃん、誘ってんじゃん、完全に。誘ってんじゃん、やります。誘ってんじゃん、やります。そう、いいよ。誘ってんじゃん、わかるね、誘ってんじゃん。オッケー、どうぞ。どうぞ。僕も森脇です。2年間ありがとうございました。新天地でもご活躍記念しています。ずっと応援し続けますんで、引き続きお願いします。ありがとうございます。ありがとう。森脇亮太の喋りが好きなんですか？プレーじゃなくて。僕と一緒ですね。ありがとうございます。
ました。ありがとう。あ、すごいすごいすごい。3位ですか。3位です。残念です。残念ですけどね、もうショックでした昨日の、ね、続けます。ありがとうございます、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。見てますか、いつもチャンネル登録は。いや、ちょっとチャンネル登録してくださいね。ちょっと厳しいです。森脇選手に一言、ありがとうございます。今日のしゃべりどうでしたか。バカっす。バカ、そうやね。みんなけど、ま、ね、一つになってよかったですよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。誘ってんじゃん。 OK。 え、このパーカー欲しいんですか。パーカー欲しい。本当欲しい。せーの、次のステージも頑張れ。いいユニフォーム持ってますね。大ファンです。大ファンですか。チャンネル登録してます。 ありがとうございます。りょうすけです。違うチーム行っても頑張ってください。ありがとうございます。これ、うわ、すごい、すごい。ありがとうございます。めちゃめちゃ YouTube じゃ見てくださってるんですか。めちゃ見てます。うわ、嬉しいです。りょうすけです。ドキそう。あ、そう、面白かったですか。よかったです。誘ってんじゃん。あ、いいじゃないですか。いいです。ちょっと寂しいですね。寂しいです。もうめちゃめちゃ泣いちゃいました。ですよね。もう急やったんで、はい、ちょっと残念ですけど。あ、でも、で、次の、はい、あると思います。はい、応援したいです。ありがとうございます。な、応援しような。あ、もしかして相方の方ですか。相方の凌介です。いつも見てます。ありがとうございます。いやいつもチャンネル登録も。あ、もうしてますよ。うわ、嬉しい。嵐山で叫ぶやつとかめっちゃ最高でした。良かったですか。嵐山じゃない、大文字ね。そうなんですよ、いつも二人で、はい、やってます。いや、でも寂しくなりますよね。もうね、今日はもうすごい泣いちゃいました。僕ももうちょっとね、もう本当に森脇選手来た時嬉しくて嬉しくて、はい、サンガにない ね、パワーというかファンサービスしてくれるんでね、はいはい、なんか一言最後いただければ。森脇選手、今までありがとう。来年どのチームにいるか分からへんけど、まあ、ずっとずっと応援します。ありがとうございました。すごい、頑張ってね、頑張ってね。ありがとう。もうどうすんの。え、どうすんの。いただきます。どうしようかな。そう、でもね、方向性は決めた。皆さん、おはようございます。今日は12月の6日、